No, but that one now is はい、これ、どうやらある外なんだよ。もしかして外かもしれたんですけど、あ、はい、あ、取っといた。すいません。
迷子になりそう。うん。迷子になりそうや。これ、どうこれ？あ、これがついてるんだ。食べるこれ。食べるこれ。私もくれればいい。食べる。これちょっと味わえるな。うん。あ、これ。はい、はい、ありがとう。あ、私初めて食べるこれ。マジ。これを口開けんでいいんだ。うん、そのままね。もうね、そこにね、講義室があるよ。マジ？見れた？見れた。今、反対反対。こう。これね、味見て。朝から何も食べてないからね、美味しい。めっちゃうまいから。うん、これはな、普通だけど、うん、ちょっと違うとか美味しい。うん、まあまあ、もっと美味しいとか。うん、美味しいな。よかったね、スーツ選んで。うん、何が出るかな、考えた。うん、あの先生の袋がありますって言うけど、うん、真っ黒に見えた、あれが本当見えた、あんた、うん、本物によってたね、こうして見るから、こう見えるの。なんか水みたいなのが溜まってるみたいな、うん、あのね、あそこの中に結節って言ってね、うん、なんか硬いものができる時あるんで、うん、そういうのないっていうかね、人道結節みたいなの知らんけど、結節っていうか、結節、うん、なんかね、石石じゃないけど、なんかできる時あるんで、まあすごい、あんなこれも良かったん、うん、これでいい、あ、一個食べれんから、本番上か、うん、食べ食べ食べ一個食べ一個食べ、柔らかいじゃん、いらんのなら食うけど、ポテトも食べ、あれ、うん、これ使いこなんか何も痛くなかったの？何も痛くないし、何も覚えてないの。不思議。僕も鍵をね、かけたかどうか忘れてね、うん、もう一回戻って帰ってきた。かけとるよ。鍵かけてきた。うん、ちょっとボケてるかもしれない。いや。ね、本当長年の習慣でね、無意識にかけてるんだよね。うん、かけたのも覚えてない。うん、やばいと思った。ああいうよ、無意識の時にかけてる。こっちの思いっきり食べる。
かあれだね、こういう店があるわ、うん、いいね、いいよね、東大にはあったから、東大レストランみたいなのがある、うん、それいろいろある、うん、おいしい、これ真っ黒だったから、うん、どうだ、柔らかいね、うん、これ骨がめっちゃ柔らかいんだよね。骨、うん、骨が柔らかいのがいいよ。なんと圧力かけとんじゃんね。うん、骨までくる。これって私のについとったん、うん、うん、僕もついとった。マックとは違う。それでご飯食べんでいいようになってるんでね。うん。まあ、ちょっと割高だけど美味しい。うん、美味しいね。たまに食うの。帰りタクシー、うん、あれでもいいよ、バスでもいいよ、歩いてるから、うん、あの手術台みたいなのにね、取ったんよ、うん、で今からしますよっていうそこまで覚えてるけど、うん、で目が覚めたらね、よその方にね、取ったんよ、うん、寝る場所は変わっとった、それは全くわからなかった、うん、すごいね、あれだったら全然変わってないわ。あ、その上着いいじゃない、いつかな、これはつい最近、1900円、1900円買った、うん、もうすぐいいやん、いいよ、うん、もうすぐ1万円ぐらい見えちゃう、見えるよ、どこで買うの、埼玉のわらびっていうところにある、わらび、スポーツオリバービクトリア、自転車行ってね、いっぱい人が買いに来とるやろ、うん、大きなお店やろ、ほいで、高いイオンと一緒にある、あね、そういうお店やから商店街が潰れちゃうんだよな、あの辺はね、浦和レッズがあるから、ね、これ多分サッカーのメーカーなんだけど、そういうの関係あるの、そういうの浦和レッズがあるじゃん、うん、だからサッカーがね、サッカーもあるね、これメーカーじゃないんだろ、メーカー、メーカー一応なんとかっていうメーカー、うん、安いよ、はい、あの辺に住むのもいいね、なんかね、うん、わらびは都会に近いけど安いし川口が一番住みやすいっていうらしいよ、終わったらしいよ、はい、
うん、めっちゃうまい。なんで食べるの？こんだけ食えば満足。あ、久しぶりだったケンタッキー来なかマックは美味しい。マックはハンバーガーだから美味しいよ。あれも美味しそうだよ。でこういうのはないよ。肉とかないよ。フライドチキンはあるけど、骨付きじゃない。骨付きじゃない。やっぱこれだけ食べるんだったらここがいい。サブウェイってのあったやん、そこに。あれもなんか、あれもハンバーガーみたいな。東大にも、東大にも。こんなん買って食べるんだよ。うん、ここ大学棟だから。やっぱリッチなんだろうね、ここのが。まあ私立だからリッチやろ。2000万ぐらいいるんだろう、入学金。医者の息子とか多いね。うん。医者の息子の割には板橋が栄えてないね。高いというか、クラウドができた。ああ、人が落ち着いた。うん。今日早くお父さんのお迎えにあまりしょうがない。迎えに行けそうですか？うん、行けると思う。本当あんなんじゃったら全然怖がることないわ。うん、もっと言ってきたらいいのにね。全然怖くないですよ。マジシコって喉の中を入れるやろ。うん、全く覚えてない。そんなシュッ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 、あの切り口みたいなのでね、ここ麻酔して、うん、ここから全身麻酔のここに点滴入れない。ここから全身麻酔したことないけど、うん、してないです。カーネルサンダースだ。ああ、なんかいっぱい食べたくないです。ああ、よかった、手伝いが来てくれて。うん。僕も乗り遅れそう。うん。帝国大学は分かったやろ、帝京の医学部が。確か知ってるけど。中に入ったことない。もうここまで知ってない。ほら、三原先生が入院したとき来たよ。そうなの。帝京に入院して、それで退院して、あっちにいたからね、また年の病院でね。これ飲まんよ。
あの時じゃないの、カメラ合わせで。